江戸川ケイシーは予言者、心霊診断家。妻はガートルード・エヴァンズ。子供はヒューリン、ミルトン・ポーター、江戸川・エヴァンス。孫はチャールズ・トマス・ケイシー。彼の思想は、新知学協会に始まる近代の新知学の影響が濃い。ニューエイジの思想に大きな影響を与えた。アメリカ合衆国ケンタッキー州、ホプキンスビル出身。幼少期は、 生殖者になることを希望していた。保険のセールスをしていたが、陰頭を壊し、会話がままならなくなり、写真家に転向この治療のために行われた、催眠療法中に別の人格が現れ、自らの治療方法を述べ、その通りにすると症状は治った。他者の疾患の治療方法も答えることができ、心霊診断を行うようになった。 1923年に印刷業者で宗教、哲学、特に近代新知学に詳しいアーサー・ラマースに出会い、ラマースは新知学の教えなどを催眠時のケイシーに質問し、ケイシーは新知学の影響を大きく受けた。病気診断や全生診断、霊的なアドバイスを行い、バージニア州に病院を創立するも短期間で廃業。 有力者の親族の治療を行った際に新聞に掲載され一部で知られるようになったが、彼を紹介する本が出版される晩年まで、一般ではさほど有名ではなかった。輪廻転生説を唱え、自分の前世はアトランティス人、ペルシアの王、トロイア出身の古代イギリシャの科学者であったと語った。彼はメスメリズムによる催眠状態で人々からの相談や質問に答え、 病気の診断や人生のアドバイスなどを行った。これはリーディングと呼ばれ、相談内容の多くは速記により記載された。主として彼自身の潜在意識と呼ばれていたに、アクセスして質問者の問いに答えていたとされ、アカシックレコードには過去の輪廻転生の膨大な記憶が刻まれており、彼が病気を診断できるのはギリシャの科学者だった時の知識のためだという。 個人の疾患に関する質問に対して、体を、神経の状態や、核臓器の状態また体の状態なども透かしたように、話し、病気の治療法などを講述する。彼のリーディングの記録は1万4000件にも及び、米国のアソシエーション・フォー・リサーチ・ e ン e a r c h a ンメントで、利用可能な状態で保管されている。同社団では、眠れる予言者と呼ばれている。 米国で流行するニューエイジは、KC リーディングに影響を強く受けていると言われ、輪廻転生、冷静進化論、代替医療、アトランティス神は、UFO 宗教、ヨガ、瞑想等の新知学的、オカルト的な思想の普及に一役買っている。ちなみに、ニューエイジ思想は、キリストと、自らのヨガ等の瞑想によって接触ができると、するなど、キリスト教とにて、 非なるものなっていることから、江戸川ケーシーも含めて、ローマ教皇庁から注意喚起が発せられているように、思想面では、キリスト教異端に属する、もしくは、キリスト教ではない。ケーシーのリーディングは極めて聖書的であるが、聖書に書かれている癒しを起こす方法、また悪霊を追い出す方法に関しては述べていない。ケーシーは、自宅のソファに横たわり、 催眠状態で様々な過去を見ることができたとされている。ケイシーは、クムランにあった、SN、s n ネ派の集落の場所を正確に示し、その歴史上の役割についても詳細に述べた。マイケル・タルボットは、11年後に司会文章が発見されたことで、ケイシーの話は立証されたと述べている。ノストラダムスやジーン・ディクソンと共に、世界三大予言者と言われることもある。 他の予言者同様、予言には曖昧な表現が見られ、多くは、頭皮が確認できない、リーディングの半数以上が、病気治療のフィジカル、リーディングと呼ばれるものである。リーディングへの対価は募金制だったため、生活は苦しかった。リーディングによって、競馬で大儲けしたもの、医療で、目覚ましい業績を残したもの、懇意にしていた、事業家といった神話的エピソードもあるが、 いずれも仲違いをしたり休止したなどとされ、これらの出来事は記録が残っていない。記録として残されているリーディングから神話的な評価をすることは困難である。その治療には病気は患者自身の誤った思い、信念によるというキリスト教の異端的、超流入相との影響が認められる。病気は前世で抱えた問題が原因であることが多いとも語っている。 リーディングを参照して体系化された処方を KC 健康法と呼び、それを応用して治療にあたるクリニックも米国にある。なお、これらの宣伝には日本の医師法、薬事法に定職するものも含まれている KC による、両方にはハーブ、ミネラルを利用しがんなどを治療する北西療法がある。暇歯医を使うものもよく知られている。KC が相談者のが 身体的な悩みにアドバイス、治療方法を示したフィジカルリーディングに対しライフリーディングと呼ばれる人生について悩める人々に与えた助言の数々がある。ライフリーディングは人の魂は死後も永遠に存在し続け転生を繰り返すという神知学の思想を濃く受けたもので自身が信教していたキリスト教の教義や現在の常識ではにわかには 受け入れがたい概念を示し、アトランティス大陸滅亡をめぐる超古代文明を語った。リーディングした1600人のうち700人が、前世は近代新地学でいう第四根源人種のアトランティス人であったとされ、人生で説明のつかない災難の多くは前世に起因しているという。ケイシーの思想に影響を受けたニューエイジの騎手の一人で女優のシャーリー・マクレーンは、 自身の前世はアトランティス人であると述べている。またケイシーはアドルフ・ヒトラーとヨシフ・スターリンもアトランティス人の生まれ変わりであると述べていた。ケイシーは霊的存在から進化した人間たちがアトランティス大陸に文明を築き、クリスタルに閉じ込めた霊力から莫大なエネルギーを取り出して利用したり、原子エネルギー、空中移動。 レーザー光など高度なテクノロジーがあったと語った。ケイシーはアトランティスにおける神秘のクリスタルの活用という説をはじめに唱えたと、いえ、様々なアトランティスの著述家や SF 作家に取り入れられ、テレビアニメ、不思議の海のナディアやディズニーのアニメ映画、アトランティス失われた帝国などにアイデアが利用されている。ケイシーのリーディング情報に着目したノーフォーク。 スタディーグループによってまとめられた聖書の研究やグループ内の教育用に作成され承認を求めたエーサー・地方ゴッドといった派生文献も見られる。トマス・サグルーによる電気・リーディングの記録を分析し歴史観や思想を論じた本など晩年から死後にかけてケイジーに関する著作が複数出版されて広く読まれ社会に知られるようになった。ジナ・サーミナラの 天章の秘密など、いくつかは、ベストセラーになり、ニューエイジにおけるバイブル的存在となっている。彼の情報源である、アカシックレコードは、求められる情報の性質によって、得て、増えてがあるとされている。例えば、前世の行為に基づく災難や、山井駅、聖書の記者に聞かなければ理解できないこと、質問者の個性や聴取、治療や健康に関する、医学的な質問、 といった俗人的な情報は、比較的有用であったとも言われるが、一方、石油はどこに埋蔵されているか、日本軍の進攻の予定、あるいは普遍的な心理や、瞑想の人生への応用等の質問への回答は、有用とは言い難く、具体性に書き抽象的な表現が多い。時々寄せられる、予言が正確でなかった場合の苦情への回答や、予言ができないという説明として、 個人の行動に依存するものや選択によるもの、あるいはビジョンの不足により予言できないものもあるとも述べている。また、未来の予言に関するものに限れば、当たっているものを探す方が難しく、アトランティスの再浮上、ピラミッドに隠された文献の発見、日本の海への没入といった予言の類は外れている。1998年にイエス・キリストが再来し、 その最巨大地震が相次いで起こり、地球の地形が一変するという予言も外れている。初期の頃のケッチャムイイシア、アーサー・ラ・マースラによって残された神話的な治療、刑事上学的なリーディングや10中89を当てた予知能力といった一部の神話化されたエピソードが前面に出ることで強い予知能力を持っている印象を与えている。 しかし、実際に記録として残されている、リーディング結果に当たった予言があるかは不明である。記録によって検証される範囲では、少なくとも、超常的なリーディングの内容を見出すのは困難であり、一部の KC 研究家や占い師によって、神話が伝承されている状況にある。また、瞑想だけで人格が高まるような表現や、中世の文明から抜けてたばかりの日本人は、 西洋人が見えるようなオーラを見ることができず、無理して視力を酷使しているため、皆、メガネをかけていると揶揄するなど、人種差別的な発言もある。表彰文化論を研究する、埼玉大学基盤教育研究センター准教授の加藤幸子は、当時のオーラ言説の多くは、植民地主義的人種差別や、女性別種の温床になっており、ケーシーの場合も、 社会的弱者に対して優位性を示したいというコロニアリズム特有の歪んだ欲望が見て取れると指摘している。ありがとうございます。